電気毛布と僕、その後。デンタ僕、料理できるようになりたいんだけど、どうかなおー、そうなのえ電気毛布って料理できるのうん、もちろんだよ料理の、差しすせそも言えるよおお、そうなのじゃあ、行ってみてさあ寂しい し、情緒やばいんだけどす、好きだって言ってよちょっと待って、え、これ料理のサシスセソだよねそうだよ,、ね、そうだよなんか今メンヘラ語録に聞こえたんだけど気のせいだよねああ、これ、僕が料理を作る時のマインドサシスセソだからねそんなマインドで作られてるの嫌だなで、やっぱり受けがいいのが。 肉じゃがポテトサラダでしょう肉じゃがポテトサラダ知らない知らないどういう料理え、知らないのデンタうん知らないそんな芋がダブルブッキングしてる料理知らないしょうがないなじゃあ作り方を教えるねまずは人参、玉ねぎ、じゃがいもと、ポテトやっぱり芋が2回出てきてるんだよな乱れ気味にしまーす乱れ気味いや乱切りにするんだよねそう 大きさは一口サイズだよたとえ食べる人が縛られて両手足使えない状態でも食べさせられる大きさにしないとね怖いよ一口サイズってだけでいいよそれでこの後炒めるよポイントは玉ねぎがクリアになるまで炒めるよクリアああ玉ねぎが透明になるまでってことねそう 玉ねぎの今までやってきた悪事がちゃんとクリアになるまでしっかり炒めていって全体的に鍋が脱水状態になったら水分が飛んだらってことかな脱水状態ってあんまり言わないけどねあ、それで豚か牛の死骸を入れるの忘れないで死骸って言うな、確かに死骸だけどもそして調味料も加えながら出てきた悪とさっき玉ねぎが吐いた悪事の裏に隠された本当の悪を取り除きます 料理の間にものすごい偉業を成し遂げてるんだねあっという間に肉じゃがポテトサラダの出来上がりどう食べてみたくなったまあそうだね美味しそうかも了解じゃあ料理を食べる前にデンタの下ごしらえするね僕の下ごしらえそうまずは両手足を縛って使えない状態にしないと一口サイズにした意味ないでしょ料理の方に僕の状態を合わせないで 僕のこと好きだよねそうだよね僕が一番だよねだったら高評価とチャンネル登録してよしないと僕何するかわかんないよ